こんにちは、かよです。今回はですね、 GRWM を撮ったんですけど、いつもよりもしっかりと GRWM を作ってみました。メイク、ヘア、あとお洋服もね、最近買ったものとかもいろいろやったので、よかったらね、参考にしていただければなと思います。ということで、どうぞ。はい、ということで今日は GRWM をのんびりバージョンでやっていきたいと思います。まずはこちら、もうちょっとしかない。これは歯科ケアっていうことで、ニキビとかに特にいいってやつなんですけど、まあこれぐらい使ってて思った感想は、まあ、これを使ったからといってすぐに次の日にはすごいちっちゃくなってるかって言ったら、まあまあかな。でもまあ保湿力とか使い心地とかは全然申し分なくて、すごく良かったです。なんか一時期すっごい流行ってて、私もこのシリーズ結構持ってるんですけど、トータルで悪くはないんですけど、すんごい効くかって言ったらどうなんだろう。まあ、私のニキビがしぶといっていう話なのかもしれないんですけど、なんかこっちの化粧水よりもマスクの方が私はすごい好きでしたね。次の日にニキビがちっちゃくなってた気がします。これは割と普通に化粧水みたいな感じ、まあ、ニキビがある時ももちろん使ってたし、ない時でも気分で使ってました。もうちょっとでなくなる。今日はニスフリーのこのクリームを使います。結構クリームって名前なんですけど、乳液ぐらいね、柔らかくて水っぽいので朝に使っても全然大丈夫です。で、気候の変化とか、あと暑い寒いの変化が激しすぎると、結構多分私は肌に出やすいので、すぐにねニキビとかできやすくてできちゃうんですけど、頑張ってケアしてます。最近なんかでも首のさ、見えるかな、この微妙なこのフェイスラインに沿ってちっちゃいポツポツがブワーってできて、で、何これと思ってすごい触っちゃって、かさぶたになっちゃったんですよね。ここら辺にポツポツポツってあって、でもなんか横顔とかでここら辺見えるからすごい嫌だなと思って、最近すごい頑張ってこの首のフェイスラインに一緒にね、化粧水とかクリーム塗るようにしてるんですけど、何なんだろう、枕かな、何なんでしょうか。はい、こんな感じでケアをね、頑張っております。今日はのんびりお着替えとかヘアまでできたらなと思っているので、カフェラテをね買ってきました。セブンのカフェラテ大好きです。でセブンってこういうストローが最近この紙のストローになって、すごいなんかエコでいいなって思って使ってます。最近はほんとスタバとかでもそうだし、紙のストローもね増えてきて嬉しいですよね。なるべく紙のストローがあるところで買うように最近してます。まあ普通に買っちゃう時もあるんですけど、ね、全然、はい、したらメイクやってきます。このミムラのスムーススキンカバーを使っていきます。なんかマイストローっていうのがあるらしくて、結構なんか気になってるんですけど、使ってる方いらっしゃいますか？なんかね、結構いろんな素材があるみたいで、シリコンの素材とかいろいろあるみたいで、近頃はダイソーとかセリアとかなんかそこら辺でも売ってるらしいんですけど、マイストローが。やっぱりそう、使い捨てだと地球環境に良くないということで、結構ね売ってるところも多くなってきてて、で私も気になってはいるんですけど、ちゃんと洗えるかなみたいな。結局なんか水筒っていうのかな、なんかそのカップとかも買ってお家にあってもやっぱり出先でとっさに買いたくなる時とか、持っていけばよかったっていう時も多くて、結局カップ使わなかったりとかもするし、買って使えるかなちゃんとって思うんですけど、まあ、エコのことを考えるとね、やっぱりちゃんとやっていかなきゃなと思うんですよね。エコ活動していきたいですね。まあ、できるところから、初めから全部やろうとすると疲れちゃうから、できる人ができるところからやればいいかなっていう感じがありますね。したらファンデーションこちら使います。ドルチェ&ガッパーナプレシャスキンパーフェクトフィニッシュクッションファンデーション、長いこんな感じでメッシュになってるんですけど、プニプニしてて面白いんですよ。で全然なんかベタベタしないです、サラサラ。どうですか、結構ナチュラルなつけ心地で、でもカバー力もある程度あるんですよ。素肌感って感じ。
はい、こんな感じでファンデーション塗りました。したらちょっとニキビがねこことここにあるのでコンシーラー使っていきます。ベアミネラル、これ日本で売ってないんですよね。旅行に行った時に海外で買ったんですけど、日本でも取り扱ってほしい。これは乾燥しないのですごいいいですよ、おすすめ。はい、こんな感じでコンシーラーのせました。したら次ジョンセムル使います。もう本当にねちょっとしかなくなってきたの。やっぱ夏はパウダーの減りが早い。はい、こんな感じでサラサラにしました。したら先にちょっと保湿させておきます。今日はディオールのアディクトリップマキシマイザーの020番のブラウンを使っていきます。めちゃくちゃ可愛いですよねこれ。はい、こんな感じ。もうこれだけで結構色つく。眉毛は最近お気に入りのレブロンで描いていきます。で逆側で眉の流れを整えます。はい、ちょっと乾かしておきます。そしたらですねこれ買いました。いきますよ、じゃん。っていうかさっきこの前も見せたんだけどお気に入りすぎてもう一回言ってる。これグロープレイブラッシュソーナチュラル、今日も使っていきます。最近本当によく使ってます。ハイライト、こちらゲットウェイワイルドのピンクっぽいハイライト使っていきます。これもお気に入りです。最近本当指でのせることが多くなりました。ハイライトピンポイントでのせれるから。アイシャドウやっていきます。こちらマック、これねすごい好きなんですけど限定なんで今売ってないんですけど、すっごいお気に入りなので今日はこれをメインで使っていきたいと思います。まずこちらのカラーを使っていきます。はい、こんな感じ。次にこちらのカラーでぼかしていきます。うん、かわいい。そしたらですねこっちじゃん、ドルチェ&ガッバーナの4色のパレットを使っていきます。まずここのカラー使います。上品なラメ感で大好きです。これこの前ね雑誌でニコルちゃんが使っててめちゃくちゃ可愛かった。はい、こんな感じです。したら目の上に同じこの色を重ねてできます。はい、こんな感じです。気づくか気づかないかぐらいで大丈夫です。
したら目のここの始まりの部分に最近ハマってる黄色からこのねパレットサーモンピンクの色も入ってるし黄色系のねゴールドカラーも入ってるしブラウン系も入ってるしすごい今時っぽい4色ですよね。可愛いです。目の始まりにちょんと結構黄色なんですよねこれ。可愛い色。はい、こんな感じ。なんか最近黄色系ばっかりメイクしてるかも。なんか好きな色が今そういう色だから多いかもそういう系したら眉毛乾いたかなと思うので眉マスカラ。はい、こんな感じ。今日マスカラはマジョリカマジョルカのラッシュエキスパンダーマッチマイスター F を使っていきます。したらこちらマジョマジョを取ってそしたらアディクションのカラーシックアイライナーの06番のカラー結構ね真っ赤なので可愛いのでこれを際に塗っていきたいと思います。こういう感じで描いたらこっち側にぼかしがついてるのでここでぼかしていきます。なじませてあげて赤ラインを引いてみました。なんか今取れてなかったかもしれないですがリップこのディオールのアディクトリップティント831番を使いました。これをがっつり今のせてティントなのでちょっと時間を置いてからティッシュオフします。ナチュラルブラウンっていう名前なんですけど全然ナチュラルな色ではないっていう、はい、最近目の下に涙袋描くのハマってるので今日もこのラインを描いていきたいと思います。さっき使ってたマックのここの色とここの色をちょっと混ぜて下に描いていきます。こうやってやった時に出てくる線なんかここにももう一個出てくるんですけどこの上の線を使って描いてます。最近気になる人はこの二重幅の線のところにもうっすらと同じ色で入れてあげると二重幅のラインの強調にもなります。はい、まあ、私は二重幅がねちょっとなんかこう線が重なったりしてて描きづらいので基本二重幅のラインはあんまり描き足したりはしないんですけど目の下のこのところのラインは最近描くようになりました。時間が経ったのでオフします。なんかちょっとムラができてるんだけどこのブラウンでカバーしていきます。うん、OK。これとこれの相性がいいですね。やっぱりどっちも結構ドス黒カラーなんですけどこの2つを使ってリップ完成しました。はい、こんな感じ。そしたら髪の毛やっていきたいのでちょっと準備していきますね。はい、じゃあ髪の毛ね乾かしてきたのでやってきます。早速ヘアアレンジを。はい、で私は最近ストレートアイロンで準備してることが多いです。ストレートアイロンは特にこのメーカーが好きとかはないんですけど私が今使ってるのはパナソニックのストレートアイロンです。でまず前髪から私やります。軽くなんかねゆっくり軽くふんわりとやってで向けたい方向に
ちょっと置いておきます。最近私は内巻きをよくしてるので簡単だし、内巻きをみんなと一緒にやります。ちょっとまだ乾いてないな乾いてないからやるぐらい。私はそこまで癖毛ではないので結構簡単に内巻きになる方かな。なんか癖でこっちは外側に行くんですけど、こっちは内側に自然に入ってくれるので、そこまでこっちはやらなくても後ろまで内側に入ってます。はい、こんな感じしたらもう一回前髪に戻って後ろに流しながらさっと、こんな感じ、こっちも後ろに流しながらもう一回くるっとして、もう一回ここで固めます。固めて待ってあげるのがポイントかも。で、真ん中あまりグリンってやると違和感があるのでさっきのままでいいです。はい、こんな感じ。はい、まあまあ内巻きは誰でもできると思うんですけど、こんな感じで毎朝やってます。基本的にほんとなんか外巻きがあんまり私似合わないなっていうことに最近気づいたんですよね。なんかボーイッシュっぽい感じよりかはストレートか内巻きの方が私の顔には合うんだなっていうことに気づかされました。この前のアイハーブ購入品でも紹介したこのホホバオイルだっけ、ホホバオイルってジョジョバオイルって書くんですね英語だと。ジョジョバオイル買ったっけと思ったら多分ホホバオイルだと思う。ナウフーズのホホバオイルは 100% オーガニックなんですけど、すごくすごく安いしピュアオイルなので、お肌がなんて言うんですかね、乾燥してる方とかオーガニックじゃないと肌に合わないっていう方とかにおすすめです。で、結構サラサラしてるので手に含ませてなじませてから内側から使っていきます。で、2回ぐらい私は浸透させます。あのホバオイル 100% は無印良品にも売ってるんですけど、無印良品よりも量は多いけど無印良品よりもお値段お安めです。どっちも好きなんですけど、確か無印良品のホバオイルは透明なもので、こっちはちょっと黄色い色がついてて本当にピュアオイルなんですよね。そのまま絞り出したみたいな状態のものなので、まあ、色はちょっとついてるんですけどすごくお肌にいいですよね。なんか髪の毛以外にも顔とか体とかどこにでも使えます。で、2回目もう1回手に今なじませたんですけど、オイルをそれと一緒にプロダクトも混ぜて1対1ぐらいにしてつけていきます。やっぱり髪の毛ってちょっとウェッティなぐらいの方が束感があっておしゃれに見えるので、ウェットな感じにする方が好きです。で、こんな感じで結構ね、さっきよりもぺったりしました。で、これをまた内側から毛先をまず中心的にこうパタパタパタってつけていきます。初めからべったり外側につけちゃうとつけすぎ感が出ちゃうので、なんかちょっとずつなじませるみたいな感じが私はいいかなと思います。まあ、このつけ方は合ってるかわかんないんですけど、まあ、私はこれでやってるよっていう感じです。で、しっかり束感をつけてツヤ感を出すと本当髪の毛が全然傷んでる感じに見えないんですよね。私結構ねハイトーンにずっとしてて白髪ぐらい透明な髪の毛だったんですよ。去年の夏とかまさにそうで、本当に髪の毛が傷んで、まあ、だからショートにしたんですけど、そうだからすっごい枝毛とか切れ毛とかがめちゃくちゃあるんですけど、それでもこうやってオイルをたっぷりつけてスタイリングするとそんなにねアホ毛もそこまで出てこないし、すっごい傷んでる髪には見えにくくないですか。で、ある程度なじませたらもう一回手全体に均等に
して前髪とかより細かい部分につけていきます。前髪も束感がちょっとあった方が雰囲気がね出るので、私は前髪もしっかりとつける派ですね。であとはちょっとこう上げて、ここの部分、まあ今日は結ぶか分かんないですけど、ここの部分もちょっとこうウェッティな感じだと、こう上げた時とかちょっとこう遅れみたいな感じ出てる時に可愛く見えます。なのでこの耳の前の毛にも絶対に私はつけてます。はい。であとは毛先とかにもクシュクシュってつけます。はい、こんな感じですね。これでヘアセットは完璧です。はい。であとは洋服ですね。洋服はもう今日決めてるので着替えちゃいます。今日は新しく買った洋服とお気に入りの洋服を合わせてみました。まずトップスがね、このもう本当にこれね着やすいし使いやすいしおしゃれな形なのでもう本当おすすめなんですけど、まずこのねクシュクシュっとしたタイプのトップスで、これ半袖なんですけど、このね肩のラインがすごい可愛くて小顔に見えます。小顔に見えませんか、肩幅がこう広い分っていうね小顔見えトップスなんですけど、これのポイントはすごい伸びるんですよ。伸縮性が高くて着るときにもうグロスとかたっぷりのせてるリップとかつけててもここが伸びるので安心して着脱できるっていうねおすすめポイント。ほんと伸びるのこれ、ほらでちゃんと戻ってくれるし、こんな感じでクシュクシュが施されてて、このボコボコがあるから肌にねあのピタッと密着しすぎずに意外と通気性いい感じです。でもこうふわっとしてるんですけど、それと裏腹にここはキュッと体のラインに沿うようになってるので着太りしにくいかなと思います。すごいこのトップスお気に入りで、下ね初めて買ったブランドなんですけど、じゃん、この超鮮やかなブルーのパンツを購入しました。ちょっとこうタッセルがねついてたりとかするのも可愛いし、すごい緩いパンツで何にでも合わせやすいなと思って買ってみました。でポケットもねついてるのでいいですね、大事なポイントですよね。はい、こんな感じ。はい、でこれがですね、この前美容室に行った帰りにたまたまめちゃくちゃおしゃれなお店があって、セレクトショップかなとか思って入ったら、まあ普通にブランドさんだったんですけど、ついついねパンツ可愛いのあったんで買ってしまいました。これパンツは16,000円プラス税なので、まあ17,000円とかそれぐらいかな。まあ季節あんまり問わなそうだし、あのガウンとかに合わせてゆるっと履きたいなと思って、最近鮮やかなねカラーのパンツ欲しいなと思ってたので、まあ何にでも合いそうですよね。白でも黒でも何でも合いそうだし、ペイズリー柄とかそういうごちゃごちゃってしてる雰囲気の柄も好きなので、はい、買っちゃいました。見てください、これショッパーなんですよ。この防水加工施されてそうなぐらいしっかりした、まあ間違いないんですけど、ほんとしっかりした布のバッグの中に入れてくれてました。可愛いでしょ。これ結構普通にね今もスーパーに行きたい時とか可愛いからね愛用してます。はい、ぜひ気になった方はねネットショップあんのかな、ちょっと調べてみたいなと思います。ピアスはねこのトゥデイフルで買ったフープピアスをつけたいと思います。シルバーとあとゴールドのフープピアスも買ったんですけど、最近はこのシルバーにハマっております。ゴールドも可愛いけどね。これをつけて、はい、これで OK です。こんな感じ。フープピアスって本当何でも合うから、最近もう急いでる時とかパパパって何つけようとか思うと考えずにこれをつけちゃってることが多いかも。ということで今回はこんな感じのジーダジーいつも言ってるのに GRWM でした。全部トータルでみんなと、ね、一緒に準備しました。今回から GRWM なるべくね頑張って概要欄に今日着てるお洋服とかもねコスメと一緒に使用したものとかと一緒に書いていけたらなと思っているので、よかったらね洋服気になった方はチェックしてみてください。ということで今回もご視聴ありがとうございます。この動画がいいなと思ってくださいましたら、チャンネル登録と高評価とコメントをぜひぜひお待ちしております。またインスタグラムやツイッターもね毎日更新しているので、よかったら遊びに来てください。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。